嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> えー、日本の貧困化が進む原因は何だと思いますか日本は給与水準こそ低いですが、税金がそこまで高いわけでもなく、治安が一類しく悪いわけでもないので、年々安価し売り理由を知りたいです。社会主義だからじゃないかなと思ってるんですよね。あの、日本は成功した社会主義の国であるっていうふうに表現されることが結構多かったりするんですけど、 その、首にできないんですよね。なので、あの、一生懸命働く人が、働いた分だけの成果の給料がもらえなくて、で、一生懸命働かない人は、給料をもらい続けられるっていうのがあって、超絶働く人と、すげえサブる人の、給料の差が全然ないんですよ。で、結局、その、超絶働かないやつを首にして、 あの、優秀なやつに給料払うっていうのをやれば、優秀な人はどんどん給料もらえるから頑張るし、で、そこでなんか、あの、優秀になった方がいいんだっていうので、人アピートは頑張るんですけど、優秀になっても評価されないんだったら、もう俺サボった方がいいよねっていうふうに、優秀になる能力のある人も諦めさせちゃうんですよ。で、これが社会主義のうまくいかなかった理由の一つだと言われていて、その、いいものを作るとか頑張らなかったとしても、毎回、毎年毎年金もらえるんだったら、頑張らないよね。 っていうので、社会主義っていいものを作るっていうのが起きなかったんですよ。まともなお寺や神社は日本の文化を支えているのに、神社仏閣の修繕費すら出せない状況。そこで、宗教の非課税が出てきてるのに、カルト宗教がそれを利用して非課税なのはおかしい。まともな宗教とカルト宗教で扱いを変えるべきだと思います。なので、その、資本主義というのは競争が起こりますと。 なので、いいものを作った会社の商品が売れて、いいものを作れなかった会社は商品が売れなくて、結果として倒産しますと。で、倒産をすることによって、いいものを作れなかった会社がなくなるので、そこで働いてた社員というのは、いいものを作っている会社に就職したり、じゃあ今までの技術を使って、売れるものを作ろうっていう形で、別の会社を作ったりっていう形で、その、無能がその市場から、 いなくなることによって、そこで、その、要はあの、そこで、その、そこの会社にその縛られた社員っていうのが、別の景気のいい会社だったり、人を募集している会社に移動したりして、結果としていい会社がより伸びると。 で、悪い会社は市場からいなくなるから、どんどん減っていく。なので、いい会社が伸びて、いい商品がどんどん増えていく。で、悪い会社はどんどん減っていくという自由競争が起こるのが、その神の見えざる手って言われて、というのが自動的に起こるから、資本主義というのは、どんどん発展していくんですよ。っていうのが、資本主義は起こるはずなんですよ。ところがどっこい、日本はダメな会社が潰れない。で、あの、日経平均がなぜ下がらないかっていうと、日銀がずっと株価を買い支えているから。 であのアメリカも別にあの上場企業が潰れるわけじゃなくて、だめな会社はいい会社に変われるんですよ派遣制度は、ホワイト企業が社員を解雇しづらいのを逆手にとって、若者の給料をピンハネすることで、企業は気兼ねなくクビにできて、派遣会社が儲けるって仕組みだと思います。で あの、ダメな会社と言っても、別にその会社が全面的に悪いわけじゃなくて、実は優秀な部門があったりとか、いい特許を持ってたりっていうのがあったりするので、そこが優秀な会社に変われることによって、優秀な会社にその技術が使われるんですよ。だからあの、モトローラっていう、あの昔、昔携帯電話で VV をせてた会社っていうのがアメリカにあったんですけど、で、もう、あの、まあ、20年前ぐらいからどんどんこう下り坂で、で、結果としてモトローラは、えっ、ー、と、最初 Google にほとんど特許を買われたのかな Google が、あの、Android やりまーすっていう時に、よし、モトローラの特許が欲しい。じゃあ、モトローラの特許を買おうっつって、モトローラの特許をバーンって買って、で、確か Apple もなんか特許を買って、で、残りカスを、確か、えっ、ー、とあ、あれ中国、IBM かなんかかなそう、あの、レモンの、レノボに買う、最終的に残りカスをレノボが買ったんですけど。っていう感じで、割とその、あの、潰れて社員がいなくなるというわけでもなくて、使える部門という いうのをちゃんと使える、その優秀な会社に行って、で、そこの優秀な会社が利益を上げるっていう形になるので、なので、その、今の時代に合わなくなった、要は経営陣が今の時代に合わなくなりました。でも、この技能だったり、この特許だったり、この社員は使えるよねっていうんだったら、じゃあ、それは買い取ってうまく使った方がいいよねっていう形で、その、で、ボトローラーの特許を買うことによって、android はめちゃめちゃ世界中でうまくいって、結果としてその、世界中の携帯で今一番多いのは android の携帯なんですよ。 あの、日本だと iPhone 多いんですけど、他の国だと Android の方が多いんですよ。なので、あの、その、ダメな会社というのが市場から撤退することによって、その新しい会社が利益を上げて、結果として、まあ、あの、いろんなものが売れてよかったよねっていう構造になるっていうのがあるんですけど、残念ながら日本はそういう構造にならないっていうのが、日本が、あの、あまりうまくいかない理由なんじゃないかなと思います。1、3月期実質 GDP、前期比年率2.9%減に過法改定。 毎年2%物価が上がる予定なんだから家計が消費を抑えるのは当たり前 GDP すら下がってるのに円安は日本経済に良いとか景気回復とか信じてる人はどこの国の話をしてるのだろう えー、副業所属企業でリサイクル関連の IT 企業を作ってたまたま国際特許が取れましたが、恐るべきことに特別ボーナス10万円以上でした。自身の資産では国内のみ数億で数カ国分資産してだんだん腹が立ってけどやめました。何か経済が衰退するようが終わった気もします。ドイツが日本を抜いたざっくりした理由は、成長する国では企業で労働者の原理がそういうことです。政治企業にも期待せずが最適性にあるかも、 あの前回のあのリハックであの斎藤さんと僕が話をしたやつがあるんですけどあのドイツの場合って上場企業の取締役の役員の一人に労働者の代表を入れなければならないっていう法律があるんですよねなのであの基本的に取締役会っていうのはそのお金持ちの管理職の人ばっかりで決めるんですけど労働者の方が合意をしないとその会社の方針が決まらないというのもあったりするのでなのであの労働者の権利が強いんですよね なので、あの、ドイツだと、あの、つながらない権利というのが、あの、もう法制化されてるのかななので、えっ、ー、と、金曜日の夜から月曜日の朝まで、上司は部下に電話をしてはいけないっていうのが規則になってるんですよ。要するに、その、金曜日の夜から月曜日の朝までの間に、電話されたら、仕事の気分になっちゃうじゃないですか。で、なんか、あの、じゃあサーバー落ちたから何とかしてくんないみたいなこと言われたら、やっぱり作業をしなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。 で、今、サーーをして大変なんだよって言われたら、じゃあやりますしか言えないじゃないですか。あ、俺今、西洋なんで休むすって言えないじゃないですか。<laughs> なので、連絡されない権利というのがあるよね。必要だよねっていうのは、ドイツで権利化されていて、で、フランスも今、検討中なはずです。まだ法律にはなってないはずじゃないかな。 じゃあ、これが何で通ったかっていうと、やっぱりその、ドイツは労働者の権利が強いっていうのもあると思うんですよね。で、じゃあ、労働者が権利が強いと、なんかその分企業が成長しないから良くないんじゃないかっていう、あの、方が日本ではちょこちょこいるんですけど、あの、GDP で、えー、ドイツは日本を越しました。で、ドイツの人口が7500万人とかかな大体いい日本の3分の2ぐらい。 日本国としては GDP は世界4位予測ですが、1人当たりの GDP だと32位です。アンドラ、ブルネイ、プエルトリコ、マルタ、クウェート、イタリアよりも下に位置しています。192カ国の中で32位なので、上の方ではありますけど、日本人個人の豊かさは上の下ぐらいかなと。なので、日本の3分の2の人口で、日本よりも多くの富を作り出してます。まあ、GDP 何っていうとあの 例えば僕がじゃあ年収1000万円です。年収1000万円の人が、えっと、10人いたら、それ1億円、1億,人1億円だよね。 で、えっ、ー、と、じゃあ、あの、年賞が10億円の会社があります。それが10社あったら100億円だよね。っていう感じで、その会社とか空量とか、いろんなものを足して、その国で作られた価値というのを、まあ、GDP という数字にしてるんですけど、まあまあ、あの、いろいろこう、計算方法が細かかったりとか、あの、計算方法にいろいろなんか、買収入れるのとか、麻薬入れるのとか、いろいろあるんですけど、まあ、置いといて、まあ、基本的にはその GDP で比較すると、日本は全然伸びてなくて、で、あの、中国がどう アメリカは前,回、ま、前から強くて、ててンって伸びで、まいあ、あの、中国に抜かれたときは、いや、中国は人口多いから、日本抜かれるのは当然ですよって言ったんですけど、ドイツに抜かれたときは、言い訳がないんですよ。<laughs> もう人口はドイツの方が多いからね。あ、ドイツの方が少なくて。で、しかもドイツの方が労働時間短いんですよ。 <laughs> 日本人ってあのサービス残業とかっていう謎の労働時間がいっぱいあって、それだけ働いてるんだから、もっと稼げばいいはず、稼げていいはずじゃんなのに、労働時間も短い。人口も少ない。でもドイツの方が稼いでますってなると、あ、それはもう完敗だよね。日本の仕組みが悪いよねっていうのが明確になっちゃったので、なんかそうそう、あの、今言えてるのがね、これ。あの、言い訳でした。そう、ドルで計算してるからなんだ。これを円で計算すればいいんだ、みたいな派閥が、今一生懸命反論しています。 まあ、そういうわけで、あの、労働者の権利というのをちゃんと認めた方が、実は、あの、社会も、あの、その会社も社会もうまくいくっていうのが、あの、証明済みであるっていうね。あました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? i s our fault or your fault?Who's f a u l t o w h o s fault? い、okay, や、okay. no. ね、っいですよね。どこるんですか、うん <laughs>